久保さん今回、俗にしましょうか、俗俗ヒルズ族とかね。<laughs> ネオヒルズ族でしたっけ、ネオヒルズ。そう、ね。まあ、どんな族。うん。どんなところに属してるかっていう。あ、属してるかには違うかな。う まあ久保さんとかはも僕もそうなんですけど、まあどんなコミュニティに属したのかっていう、まあその、なんだ、属、感じが違うかもしれないですけども、うん、多分それが結構大きいと思いますね。なんかその、うん、結局その教わる人教わる人だったりとか、まあ最初はその、なんだろうな、あの、久保さんは野球の話してましたけど、例えば、 その A 高校で野球を習うのか B 高校で野球を習うのか C 高校で野球を習うのか野球は習ってることは一緒ですけど結果は違うと思いませんかそれは結果違いますよね甲子園で優勝できるチームは1校しかないわけですよでもみんな全国で野球を教わってるんですよだけどみんな教わってること一緒なんだけど結果が違うんですよ で優勝できるチームは1個しかないんですね。どんなあのチームに入るのかで。実際僕も高校の時にその青森山田高校っていうね、あのまあ、当時日本一だった高校、卓球で日本一だった高校に行きましたけど、まあ、僕はね、厳しすぎてちょっと1年で離脱したんですけども、でも今振り返ってみると、日本一の、ぼ僕はね、日本一の練習量、 日本一の練習の質、日本一の環境、どういう環境でやってるのかっていうのを体験できたんですよ。すごく財産だなって、他の人が日本一の環境ってあんま体験できないじゃないですか。うん、例えばこうあの、甲子園で優勝してるチーム、優勝してるね、あの高校にね、誰もかしこも,も入れんのかっていうね。まあ、入れたとしても、野球部に入れるのかって話ですよね。 <laughs> 多分高校から野球始めていや日本一のチームなんで入れてくださいっつって多分入れないと思いますよね高校から始めましたみたいな人が日本一の高校の野球部に入れないと思いますし <laughs> 僕はまあその日本一を見てあのすごく、うん、今となってはビジネス的な勉強というかあなんかいい体験したなとは思いますけどね だから要は、どんなところに行くかによって、その得られるものって違いますよね。うーん。だから、久保さんがもし、うーん、なんだ、うーん、違うところのコミュニティに入ってたら、当時ね、当時、違うところのコミュニティに入っていたら、今はなかったかもしれないですね。まあ、それは分からないです。仮説、空想の話ですけど。でも、おそらく、 他のどこ入ってたら多分久保さんの結果はなかったんじゃないかなと思いますね。い,いってらっしゃい。